カラス山駅は、栃木県那須カラス山市南2丁目にある、東日本旅客鉄道カラス山線の駅である。カラス山線の終着駅である。栃木県内の JR の駅としては最東端に位置する。単式ホーム1面1線を有する地上駅。かつては、対向式ホーム2面2線で、通常は現在でも使用されている、駅舎側のホームのみで乗降が行われていた。 東側にあった、もう一本のホーム、レールは使用されておらず、山上げ祭りの臨時客車列車における機関車の木、回し作業に用いられる程度であった。2012年2月に、開発が進められている、蓄電蓄動電車システム用車両の充電設備が設けられ、そのスペース確保として、レールが撤去され一面一線構造となった。東側ホームはそのままである。なお、 充電設備は2014年3月から JR 東日本 EVE301 系電車の定期運用開始に伴い運用を開始した。放射区自駅管理の業務委託駅となっている。かつては緑の窓口が設置されていたが、2013年に営業を終了し、代わりに指定席券売機が設置されている。旧駅車内の待合室は広く、多くの椅子が用意されている。 このほか、隣接して、臨時の待合室と改札があり、この臨時改札には、無事カエルというカエルの置物が置いてある。駅舎入口付近には、当駅で、かつて使用されていた腕着式信号機が記念として、設置されている。朝、昼、夕、夜のそれぞれの時間帯で、発車3分前から、以下の発車予告メロディーが流れる。JR 北海道の函館駅、 池田駅、ルモイ駅などではすでに実用化されているが、JR 東日本の駅では唯一の事例となっている。音源は防災行政無制や学校などのチャイム用途に使われる TOA のメロディクスによるもので、通常の発車メロディとは放送機材が全く異なるものである。なお、2019年より、ナスカラス山市の山上げ祭りの開催に合わせて期間限定で、 発車予告メロディーを山上げ祭りの定番曲のお囃子に変更する措置が取られている。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は424人である。近年の推移は以下の通りである。バス乗り場、ありがとうございます。